コルフ島事件は1923年8月31日に発生した武力衝突事件。第一次世界大戦後にバルカン半島諸国で発生した領土対立に絡みエンリコテッリーに将軍暗殺事件に対する報復としてイタリア王国がギリシャ王国領のケルキラ島を砲撃し占領した。イタリア政府の強硬姿勢を前にギリシャ政府は 暗殺事件に対する謝罪と保証を約束し、ベニートムッソリーニ政権の支持率は大きく高まった。1923年当時、バルカン半島におけるアルバニア公国、セルブクロアートスロベーン王国、ギリシャ王国の国境確定のため、大使会議によって派遣された国境確定委員会が調査を行っていた。8月27日、委員会のメンバーで、 イタリア王国陸軍、エンリコ・テッリーニ大将の一行が何者かによって襲撃され、テッリーニ将軍を含む4名が殺害された。7時間後、事件の一報を聞いたイタリア王国首相ベニート、ムッソリーニは中ギリシャ公使、ジュリオ・チェーザレ・モンターニャンに対し、ギリシャ政府に犯人を直ちに懲罰すること、ギリシャ政府に最も強硬な抗議をすること、事実が判明するまで、 賠償の権利を留保しておくことを訓練した。また、英仏両国にも、イタリアと同様の姿勢を取るよう要請した。ギリシャ政府は、犯人は、山賊の類であるという観測を発表していたが、モンターニャ公使は、犯人が、ギリシャ政府から、武器の供与を受けた団体と、関係していると推測していた。モンターニャ公使の報告を受けた、ムッソリーニも、 同様の観測を強め、翌7月28日に、ギリシャ軍最上層部の謝罪、被害者の葬儀へのギリシャ政府閣僚の出席、イタリアの特殊到着から5日以内の捜査完了、犯人全員の死刑、5日以内に5000万リラの賠償金を支払う、犠牲者の遺体を運ぶために派遣された、イタリア海軍軍艦のイタリア国旗に敬礼を行う、という6項目の要求を準備した。 ムッソリーニの同日のメモには、ギリシャ政府が要求に応じる見込みは薄いとして、賠償支払いまでケルキラ島を保証占領する方針が書かれており、この日の段階でケルキラ島の占領は規定方針となっていた。翌8月29日には、この6項目に犠牲者の遺体がイタリア軍艦に移される際に、軍装の礼を取ることを加えた7項目の、 最後通帳を正式にギリシャ政府に通告した。しかし、ギリシャ政府の態度は、イタリア政府や世論を満足させるものではなかった。8月30日にギリシャ政府が正式に全面的拒否通告を行うと、ムッソリーニは即座に、イタリア王国海軍の艦隊をケルキラ島に、向かわせるよう命令した。艦隊を指揮していたエミーリオソラーリ提督は、 8月31日の午前中に道東付近に到着して、その後選挙する予定を立てていたが、予定は大幅に遅れ、艦隊がケルキラ島に到着した頃には夕刻に迫っていた。選挙を焦った艦隊は道東にいた、ギリシャ人難民に砲撃を加え、複数の犠牲者を出した。その後、ケルキラ島と隣接する二つの小島は、海兵隊によって占拠されたが、 占領に伴った惨事はイタリアに対して抱かれていた各国の同情心を失わせた。この問題は国際連盟でも取り上げられ事件は二国間問題から国際問題へと変化した。9月4日、イタリアは脱退をちらつかせて国際連盟の関与を拒否した。9月7日、大使会議はイギリス、フランス、日本の代表から構成される。 審査委員会を設置し、この問題を処理することとなった。日本は国境確定委員会に参加していなかったため、審査委員会への参加を回避しようとした。しかしイタリア側は、ベルギー代表の参加が自国に不利になると拒絶した。また、イタリアは自国の代表を委員長にしようと工作したが、英仏に拒否され、 結局第三者的立場にある日本の参加が求められた。連合国大使会議の石井菊次郎大使は、フランス大使館付部官の渋谷井の彦大佐を委員長として推薦した。国際連盟理事会では、イタリアの横暴な態度に対する批判が高まったが、フランス代表は様子見を決め込み、ブラジル代表はイタリアを支持した。9月6日、大使会議は、 在アテネ AF イ代表者に対するギリシャ最高軍権の謝罪被害者の葬儀をアテネのカトリック寺院で閣僚出席の下で行う葬儀後入港した AF イ三国軍艦に対して21発の礼法を打つ犠牲者の意外を乗せる軍艦に対して礼を払うギリシャ政府は捜査と犯人処罰にあらゆる措置を取ることを約束する AF イ B 四国委員会がギリシャ政府の捜査を監督する。捜査の必要性によってはアルバニア領内への立ち入りやアルバニア関係の協力も許可する。ギリシャ政府は大使会議の承認を得た委員会報告書に基づいて国際司法裁判所が決定した賠償金を支払う。支払いの保証としてギリシャ政府はスイス国立銀行に5000万リラを供託するという。 新たな7条件を策定し、ギリシャ政府もこれを了承した。これにより、9月10日に大使会議は、捜査開始から5日後の段階で、委員会が、ギリシャ政府が捜査に、あらゆる措置を取るという第5条件が達成されたと、認めた際には、イタリア政府に通告し、ケルキラ島撤退に関する声明を行うという、決定を行った。また、 第5条件が達成されない場合には、英仏遺三国による新たな制裁案をケルキラしません量に代わって行うこととされた。9月19日、テッリーに将軍らの葬儀が行われ、ギリシャ政府は、ギリシャ軍最上層部の謝罪、被害者の葬儀へのギリシャ政府閣僚の出席、軍艦のイタリア国旗への敬礼、軍曹の礼の4条件を履行した。 9月22日には第1回の捜査報告書が委員会に送られ、9月25日と9月26日に報告書を審査した委員会は事件が純粋な政治的理由によって発生したこと、ギリシャ政府の捜査に怠慢があったが、これは恋かは不明。捜査困難のため犯人逮捕に至らないと判定し、捜査に怠慢があったことを理由とし、罰金の性格を持つ。 賠償金5000万リラの支払いを全会一致で可決し、ギリシャ政府に伝達した。当初この裁定にイギリス代表が反対したため、イタリアの対英感情は悪化した。9月29日、ギリシャ政府は捜査に怠慢があったという認定を否定し、また賠償金が多額である上先例がないとして抗議し、この事例を国際司法裁判所に定義することを申し入れた。 イタリアの世論は賠償獲得を大きな戦果として受け止め、ケルキラ島占領を決定したムッソリーニを称えた9月27日には、イタリア軍がケルキラ島をギリシャ政府関係に引き渡した。9月29日には、スイス国立銀行から5000万リラがイタリア政府に引き渡された。イタリア政府は賠償獲得は、 利益目的ではないと声明し、賠償金のうち1000万リラをギリシャ国内に避難したアルメニア難民救援のためにマルタ騎士団に寄贈し、さらに200万リラを砲撃で死傷したギリシャ人の家族に贈与するとした。12月4日からジュネーブでこの事件がもたらした政治的問題を解決するための法律家会議が開催された。この法律家会議で検討されたのは、 以下の5点である。国際連盟規約第15条第1項に基づいて、加盟国が行った提訴が、国際連盟理事会に送付された際、理事会がこの申し立てが、理由のあるものか審査するべきか提訴された紛争が、当事者の話し合いで解決中の際、理事会は紛争の調停を中止するべきか、国際連盟規約第15条第8項に基づく、意義は、 理事会の審査権限を左右する唯一のものとなるか。加盟国が連盟規約第12条もしくは第15条の手続きによらず戦争を開始した際、この措置は第12条と第15条の規定と両立するか自国領土内で外国人に対して行われた政治的犯罪について国家はどういう責任を取るべきかまた、バンコク国際法学会は百三十四年に 平時復旧に関する決議を行っている。ありがとうございます。